皆さんこんばんは、ポンチャンネルの中地です。2024年1月分のポンチャンネルラジオ中地のおしゃべり場をやっていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今年は年明け早々に大変なことになってしまい、被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。さてそんな中、中地林道編のね、あの動画編集してたんですけど、なんかあの動きがおかしいんですよ。アプリの挙動っていうんですかね、あの編集をしてていつもと違う動きになっちゃうんですよね。なんかあの見たことないエラー吐きまくるし、なんか素材の動画読み込まないし、でなんとかつなぎ合わせてこうプレビューってこうこんな感じみたいな感じでね、あの確認がてら見たりするんですけれども、それも止まっちゃうし、でまあ試しにと思って未完成の状態で動画にしようと思って書き出ししようとすると、それこそエラー入って止まっちゃうし、もう何にもできなくなっちゃって、とにかく困っちゃって、でキャッシュが溜まってダメなのかなと思って軽い気持ちでアプリを一度消したんですよ。で再インストールするっていう。で大体あの iPhone ってキャッシュ溜まったアプリってこれやるとあのキャッシュがクリアされて、あの容量の問題解決になるんですよ。あの特に YouTube のアプリとか使ってるとキャッシュがどんどん溜まっていっちゃうんで、定期的にそれはしてたんですけれども、まあ今回もこれでいけるだろうと思って軽い気持ちでやったわけですよ。まあそしたらね、消えたね。ラジオのために作ってた動画のひな形とか、あとまあいろんなひな形は残しといたんですよ。オープニングとかあのエンドカードとかもう全部消滅。でアプリにインポートしてたあの BGM とかあのサウンドとかも、そのスマホの中のデータとしては残ってたけど、アプリの中からはもう一度インポートしてください状態も消滅。でもテキストのデザイン、あの字幕のね、あの色こんなんでサイズこんなんでってやってた、あのまあそれもひな形ですわね、もうそれも消滅。まあもうあの初めてこのアプリ使いますみたいな感じの状態、出直しですよね。もう一から出直しって思えばいいのかなとかってこうポジティブに考えてもね、もう流暢なこと言ってらんないですよっていう話で、でもあの林道編公開まで言うほど時間もなくてね、もうエラーそのものはもう再インストールしても吐くっていう最悪な状況になりましてね、いやほんと困ったよね。結局おそらくの原因はそのデータのやり取りを iCloud でやってたんですけれども、そのデータの容量がでかすぎて、あの iCloud にあの無課金でその一番小さいサイズでやってた中地には荷が重かったっていう状況らしいんですわね。GoPro のデータを iCloud でやり取り、 iCloud 経由か、あの写真のアプリで iCloud 経由でおそらくやってたんでしょうけれども、それの容量をさばけなくなっちゃったんだよね、自分の方で。もうほんと無課金はやばいよね。いやまあそんなわけでね、まああの全てがスタート地点に戻ったわけなんですけれども、割と元に戻せるのはまあ簡単に戻るんですよね、覚えてるものとかね。まあエンドカードなんて見ながら戻しゃいいだけですからね。ただね、感覚でね、たまたま決まった色とかあのフォントの感じとかがやっぱりもう無理だね、同じ語だってできないっす。あの再現不可みたいな感じで、まあさすがにね、あの完成頼りのクリエイターなもんで、あのひな形とか履歴とかっていうのは本当に財産なんだなと
改めてこう痛感した、まあ事件だったっすね。まあ事件、うん、まあ事件だったわ。もう本当大変だった。まあそんなわけで皆さんからのメールやコメントお待ちしております。メールのお題は来月2月に向けてバレンタインの思い出でお願いします。その他お題やリアクション普通歌何でも結構、皆さんの参加をお待ちしております。宛先はこの動画のコメントはもちろん、旧 Twitter 公式 DX の DM と Gmail でも募集しています。ジングル募集計画も随時進行中、 Gmail で募集しています。 Gmail はbon.bon.bon.bonchannel@gmail.com bon.bon.bon.bonchannel@gmail.com、詳しくは概要欄からお願いします。皆さんのコメント参加やジングルの投稿をお待ちしております。それでは始めましょうか。ボンチャンネルラジオ中地のしゃべり場。改めましてこんばんは、こんにちは、ボンチャンネルの中地です。今回も張り切ってやっていきましょう。まあそんなわけで冒頭お話ししました通り、今までの動画と今後上げる動画でなんか違和感とかね、なんか今までと違うなっていう感じで、なっちゃう部分があるとは思うんですけれども、わざと変えたわけじゃなくて、なんとか復旧させた形になりますので、よろしくお願いします。であれですね、このラジオが上がると同時に橋の方で幕張メッセで行われた東京オートサロンの動画が上がってると思います。珍しくね、コンテンツが渋滞しまして、ラジオも月1でやるってなると、このタイミングを逃すとね、ちょっと逸してしまうかなっていうので、橋に相談したところ、ダブル投稿 OK っていうところで投稿させてもらっております。で去年というか先月か、ハイラックスの動画でバット5の動画を投稿させてもらったんですけど、まあすっごい反響がすっごい、なんだかんだボンチャンネルの再生回数の記録をね、更新しちゃったんですよ。去年の最後の動画で一番はこれだみたいなこと言ってたんですけれども、それを超えてしまうっていう。まあどちらにせよこれに関してはね、皆さん見てくれてありがとうございます。高評価もいただきましたし、チャンネル登録もたくさんこの機会にしていただいております。今後ともよろしくお願いします。で林道編をね、前回から始めさせていただきました。林道編と名前をつけたんですけれども、未舗装道路とか難易度低めの悪路から始める簡易オフロード企画になりますね。なんていうか、ボンチャンネルだけで行うので、場所がないし、林道も探していくんですけれども、昨今の台風等の影響で道が壊れたりなんだりで漏れなく通行止めになってたり、まあ今回ちょっと一人で下見に行ったんですけれども、先掘作業のため通行止めっていう、初めて知る言葉とかもあったんで、先掘って、もうどっちにしろ通行止めで通れないっていう感じだったんですけれども、ちょっとどっか誰か知りません、早くも企画倒れにね、なりそうな予感しかしてませんので、どなたか情報あれば教えていただけると幸いです。林道オフロードコース、その他もろもろ情報あれば教えてください。お待ちしております。ちなみに砂浜海岸河川横断は遠慮したいと思っております。よろしくお願いします。Welcome to Bon Channel Radio. Bon Channel Radio. Nakaji no Shabiriba. Kawauso Rider Original Single Sirius.好評発売中。ここはとあるジャングル。ボンチャンネルの中地は、ここで立ち尽くしていた。
マジで来ちまったよね。いや、普通、夢でお告げされたからって、こんなとこまで簡単に来ねえがんな。中地は、ちょろいことに、夢に出てきた女神、巻神様のお告げをこう受けていたのである。中地、聞こえますか？はい。直接あなたの脳に語りかけ、あ、聞こえてます。とあるジャングルにあるボンチャンネルの秘宝、ボンアットワンを探し出すことができれば、チャンネル登録者数が跳ねるらしいですよ。ぜひ探してみてください。そう言われてはしたものの、やっぱダメだったよ、これ。だいたいヒントも手がかりもなんもなしに、そんなことしてる自分がすげえわ。だいたいボンアットボンって何なんだっけな。なんか名前がな、想像つかねえんだよな。名前がさ。でもな、チャンネル登録者数伸びんのか。それはそれで魅力的なんだよな。どんな形してんのかな。色とか分岐色とかしたら面白いんだってな。ああ、しかし全然見かねえな。ん？俺は？マジで死んでんじゃね？ジャングルの中で神殿を見つけた中地。果たしてそこに伝説の秘宝、ボンアットボンはあるのでしょうか？次回へ続く。ボンチャンネルラジオ中地のしゃべり場。ボンチャンネルラジオ中地のしゃべり場をお送りしております。続いてはこのコーナー、マキラブ。ボンチャンネルラジオ第3回よりお話ししております。吉原真紀さんのお話をもう少し掘り下げて、少しずつ小出しして話していくというコーナーです。中地の思い出押し話とも言います。今回のそれで知ったんですけれども、まあそれっていきなり言っても分かんないでしょうけどね、スタンド FM っていうアプリがあるんですよ。スマホ向けにね、ラジオ配信ができるアプリなんだそうで、マキさんがね、そこで配信始めたんすよ。いや、マキさんをね、一番最初知ったコンテンツがラジオ番組ってで知った中地としてはね、エモいですね。間違いなくここで使う言葉です。エモいです。まだ始まったばっかりでね、このラジオを収録してる時点で、第2回まで行ったのかな。現在不定期更新なので、次を楽しみにしてる所存なんですけれども、いずれは定期更新になるような話も本人なさってましたので、ますます楽しみっていうような形になっております。もう一応アプリを入れて、プロフィールも作って、一応ボンチャンネルの中地っていうような感じでやらさせてもらって、一応自分もその気になれば配信ができるっていうような状態になっておりますけれども、もうしばらく様子見てやるかやらないかは決めたいと思います。一応こっちでね、やらさせてもらってるんで、ボンチャンネルラジオだけそっちにお引っ越しっていうのもなかなかちょっと難しいのかなっていう。結局この番組構成が、大体ラジオ好きな方には分かってもらえると思うんですけども、それなりに有名な番組シリーズのオマージュをさせてもらってるので、それがスタンド FM で通用するのかどうかっていうね、そういう構成でやっても問題ないのかっていうのもちょっとよくわからないので、しばらくは様子見でやっていきたいと思います。しばらくはマキさん専用の、アプリになるとは思います。
で、まあ、ちょっと話が変わりまして、マキさん主演の映画、昨年度散々長寿の方騒がせてもらったんですけれども、大切な人カッコ仮がアンコール上映されました。去年末から今年の初めまで、いや、再上映はすごいことだと思います。本当にすごいことだと思います。それだけお客さんが入られたんですよね。すごいですよね。ね、もうこういう時ばっかりは都内住みとか、そういう方々に憧れますね。だってさ、都内住みとかだったらワンチャン仕事帰りに行けんでしょ。いや、まあそれはね、羨ましいよ。うん、私中地はね、4時間かかるんすわ。往復で8時間、1日の勤務時間じゃないですかっていう話になっちゃうんですよね。だから丸一日空けて臨まないとほぼ不可っていう感じになってね、実際が映画が2時間ないぐらいでしょ。うん、移動の方が爆裂時間食ってるっていう、まあしょうがないはしょうがないんだけれどもね、そういう立場からするとやっぱり気軽に行ける人たちは本当に羨ましいなって思っちゃったっすよね。でも今後2月3月でこう歌うようなイベントがこう決まりかけてるらしいんですけれども、祝日かと思ってたらまさかの平日なんですよね。一日綺麗にずれてるっていう、本業がね、だいぶ忙しい状況が続いててね、応援したいっていう気持ちがあるんですけれどもね、障害が多数ですなーっていう、こう、現実にぶち当たりながらも、なんとかなんねえのかなって思ってる所存でございます。でもね、やっぱり相変わらず通販応援っていうのはすごく助かると思いました。まあ、行けなくてもその応援しているっていう存在感出せると思ってるし、まあ何よりもその自分の中でこうやったっていう自己満じゃないけれど、こう自分の中で完結するんですよね。あれは本当に助かると思います。それをこう足しげくやってくれてるのが、マキさんがお手伝いをやっているおかわいっていうイベントのね、主催の今井由香さん、一応このラジオでもね、クレジットで名前呼ばさせてもらってるんですけれども、今井由香さんがね、いつも通販にマキさん入れてくれるんですよ。もうこんなありがたいことはないです。本当にいつもありがとうございます。助かります。本当になんか X で見てると最近体調崩されてるような感じでしたので、また元気になって、頑張っていただきたいと思います。以上、マキラブのコーナーでした。それでは一曲聴いてもらおうと思います。そんなわけでお世話になっております。今井由香で、Ready to Bloom。
した花びら救い日の光を求めてるのでしょう。一人でピリオドは打たせない。この手をつないだまま僕は何度目の朝が来ようと、その笑顔を咲かせたまま、ずっとずっと守っていきたい。今頬伝う一滴は未来を咲かす本チャンネルラジオでは皆さんからのコメントやメールを募集しています。この動画へのコメントはもちろん、旧 Twitter の X への DM でも受け付けています。 X は動画の概要欄をチェック。皆さんの参加をお待ちしております。本チャンネルラジオ中地のしゃべり場コメ編のコーナー。このコーナーはコメントをいただいたらその場でコメ返するけれども、この場でまた改めてお返事しましょうのコーナーです。そんなわけで、すんげえハイラックスの購入を検討している君への動画におおよそ20件ぐらいのコメントをいただきました。すげえありがとうございます。多すぎるので要約して、コメ返したいと思います。でまあコメントの内容なんですけれども、もう大半、その20件ぐらいの大半を占めていたのが、オートヘッドライトにまつわるコメントでしたね。X でもね、そんな投稿を見つけて引用させてもらったりもしましたけれども、まあ、オートヘッドライトについてはみんな思うところあるんすなーっていうところで、やっぱりこう自分で消せないっていうのはストレスだよね。ずっとついちゃうっていうのは。だってその、今のこの時期の、朝太陽を背にするとやっぱオートライトつくっていう意味わかんないもんね。でまああとその中でも駐車場問題、あれが一番ちょっと中地の中ではその衝撃的でしたよね。管理人さんが常駐されてるような駐車場だと入庫拒否をされてしまうっていうコメントをね、情報を教えてくれた方がいらっしゃったんですけれども、入庫拒否はね考えてもなかったですわ。やっぱね郊外の方に車を止めて都内にはこう電車で行くっていうのをやってたんで気づきもしなかったんですけれども、やっぱ都内で住まわれてる方はやっぱりなかなか買いにくい車なんだなっていうのは思いましたね。まあ大体そのイオンとかっていうのは頭出っちゃうっすからね。なんかそういう動画もちょっと撮ってみてもいいのかなってふと思いました。まあ今後どうなるかわかんないですけれども、そういう動画が上げられた時にはよろしくお願いしたいと思います。そんなわけでたくさんのコメントありがとうございました。一人一人対応できなくて申し訳ないんですけれども、一人一人の方はコメント欄の方で、対応してますんで、今後ともよろしくお願いいたします。オンチャンネルラジオ中地のしゃべり場。ボンチャンネルラジオ中地のしゃべり場。この配信は今井ゆか、カワウソライダー、騒音のない世界、
吉原真希。以上の方のご協力と皆さんの高評価、チャンネル登録により YouTube 上からお送りしました。さあ今回もやってきましたボンチャンネルラジオ、そろそろお別れのお時間です。ちょっとエンディングで申し訳ないんですけれども、この画像を見ていただけますでしょうか。はい、とあるシャンプーの写真なんですけれども、商品名読めますね、この NILE って書いてあるシャンプーなんですけれども、ちなみに中地は一発で読みました。正解を申し上げるとナイルっていうシャンプーです。なかなか難読な商品名らしく、これを読める人は中二病をこじらせた人間とされているんだそうで、やかましいわ本当に。まあね、一度言われたことあるよ、中地って中二病をこじらせたような性格してますよねって。もうほんとやっかましいわ本当に。で、大体中二病を理解しない人がこじらせた人間だけが読めるとか、もうほんとやかましいわ本当にっていう、何なんだよその中二病をこじらせたって。その中二病だけで飽きたらんのか、こじらせないと気が済まんのか本当に。読めたわ、何なんだ中二病をこじらせるって、本当謎だわ。もうね、一応この動画自由に使って結構ですので、皆さんもね、中二病をこじらせてるかどうかの判断基準に、まあどうぞ使ってみてください。ね、もう本当に何だろう、なんで読めちゃったんだろう俺。さて今回もやってきました1月配信、今年もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はボンチャンネルの中地でした。最後まで聞いてくれてありがとう。次回もお楽しみに。バイバイ。中二病。かき集め、すべて数え終わった時、僕もきっと